はい、こんにちは、理学部長の岸田です。元理学療法士のあさとです。今回はちょっと岸に最近疑問に思ってきたことというか、はい、なんか目立ってきたなっていうことがあって聞きたいことがあるんだけど、はい、最近さ、なんか理学療法士が経営する整体のチェーンって増えてきた気がしてて。確かに。で、岸はさ、5年前ぐらいから会社やって整体やってるじゃん。どうなのこの業界の動きを岸目線でどう感じてるか。それで言うと、あれだけどね、増えてきてる。その理学療法士の整体チェーンもうちより前からやってたりするから、まあ今急に出てきたっていうよりは自分らもそうだと思うんだよね、うん、向こうからしたら急に出てきた。あ、そっか。多分みんなそれぞれがちっちゃくやってたんだけど、ある程度こう大きくなってきて、うん、俺はその辺の会社のことが目につくようになったし、うん、そっちも多分思ってると思うんだよね、うんうん、っていう状況だと思うんだけど、だから急に出てきたわけではなくて、昔からみんなあったと思うんだけど、うん、なるほど昔というか、まあうちで言うと5年前ぐらいからだけど、うん、そんな中で、まあ、どう思うかっていうと、うん、まあ正直むしろ、うん、ポジティブに捉えてる。なんか結構よくさ、競合増えてきてどうなのみたいな、そうだね、怖くないのとか、うん、嫌いでしょとかって言われるけど、いや、あんまそういうは思ってなくて、正直本当にポジティブに捉えてて、まあ、なんでかっていうと、うん、理学療法士が整体で働くっていう文化ってないじゃん、あんまりない、ね。まあ、整体で独立するっていうのはちょっと前からちょこちょこ流行ったりはしてると思うけど、うん、整体の会社に入るって文化ってないじゃん。うちぐらいの規模のとこが多分3つぐらいあると思うのね、うんうん。まあ、筋膜系でもさ、結構、まあ、もう名前出すカッパ整体整体さんとか筋膜球さんとか、うん、あと時短ボディとか、まあ、時短ボディ筋膜じゃないけど、うんうん、まあ、理学療法士 が、うん、が社長創業者の会社だと思うんで、これもまあ50店舗以上あるし、うん、多分全部事業規模的にはまあそこそこでかいような感じで、うんうん、筋膜とか特にもろかぶりじゃん。そうだね。そうだけど、まあ、俺はそれがむしろポジティブだと思って、まあ、なんでかっていうと、理学療法士が整体に行くっていう文化ができそうな気がするから、うんうんうん、それぞれが結構大きくなってくると、理学療法士って病院じゃなくても働ける、整体に就職するっていう道もあるんだっていうのが、うん、なんかうち一社でやってても多分なんないと思うんだよね。あ、だから何社かがあれば、なんか理学療法士って整体で働くのって割と選択肢の1個だよねっていう状態になるじゃん、うん、理学療法士の数って会員だけでも15万人とかいるわけじゃん、うん、に対して整体何社かあったところで別にむしろそこで知名度、理学療法士がやってる整体っていうものの知名度が上がってくれた方が、うん、こっちに行きやすくなるじゃん、うんうん、やっぱさ、一社とかがやってるとすごい色物扱いされる、うん、こう異端な感じがしちゃうけど、うん、まあ何社か出てくると、あ、そういうものもあるよねっていう風にどんどん変わっていくと思うんだよね、文化が、うんうんうん、でそうなってくれた方がいいかなっていう、うん、単純に採用も楽にできるようになるし、うんうん、まあ、確かに自費整体で働いてるセラピストがね、技師の会社に就職したいって来る可能性も今後どんどん出てくるわけだからね、うんうん、だから YouTube みたいなもんだよね。 YouTuber が増えていくことで、昔から YouTube やってた人からすると、例えばさ、ヒカルさんとかラファエルさんとか言ったじゃん、うんうん、がなんかさ、カジサックとかがさ YouTube に入ってくる時とか、うん、なんかこう一緒にやってたね、コラボしたね。なんかあれもさ、やっぱ YouTube を見る人自体を増やして、その YouTube の視聴者の規模を大きくするみたいな方がいいって判断したんだと思うんだけど、うん、なんかそんな心境、ちょっと分かりづらいかな。なるほどね。むしろもっとこの業界が盛り上がっていくだろうなっていう感じなのか、うん、そこに危機感とかないのか。他社さんがさ、大きくなってきたらさ、その集客大丈夫かなとか、うん、そういうのは全然ないの。集客はまた別の話だよね。採用は今言った理由で被らないと思うし、うん、今度集客に関して言うと、集客ってもともとだって、そうなってくると理学療法士の整体とか関係なくて、うんうん、既存の整骨院とか整体とかもめちゃくちゃいっぱいあるじゃん、うん、こんなでかい市場に1社2社入ろうが入るまいがあんま関係ないよね。なるほどね。ユーザーからすると、理学療法士の整体って普通の人がやってる整体と獣生がやってる整骨院との違いってそんなに分かんないと思う、うんうんうん、理学療法士だから行きましたっていう人ってそんなに多くない、うんうんうん、店舗やってて思うけど、ってなると別にそこに関わらず、まあ、痛みの改善とかをやってるところ全部が競合になるわけじゃん、うん、でもこれって俺が入ってきたのがむしろ超新参者なわけ。もともとあった市場でここの何十年プレイヤーがいっぱいいるわけじゃん、うんうん、からなんかそんなこと言える立場にないんだ、そもそも。そこもあんまり関係ないと思ってるから、うんうんうん、あと結構敵扱いされるというか、うん、その旗からね、外の人から、うん、敵対してるんでしょみたいなことを言われることが増えてきたんだけど、うんうん、そうでもなくて、まあ、実際飲みにとか行ってるし、その上の方の人たち同士で、うんうん、まあ、向こうがどう思ってるか分かんないけど、自分は本当に一切敵とかはなくて、うんうんうん、むしろなんかこう情報交換して友好的にお互い仲良くやっていきたいですねって感じ、うん、ああ、なるほどね。なんかなんだろう、岸がなんか目立ってる感じするのはやっぱ俺がよく合ってるからそう。完全にそれだよ。そうか。まあ、あと単純にその SNS での露出が自分が多いからそうだよ、ね、っていうのはあると思うけど、うん、まあ、浅田君はしかもまあ近いからじゃん。そうか。別に目立っ
ってるっていうのはそんなでもないと思う。ここ最近のさ、そのやっぱ店舗拡大数がキッシュはすごいじゃん今。他の会社もそうなの？ あんま他の会社のことだから深いとこ分かんないけど、うん、まず時短ボディはうちより多分店舗数多いと思うんだよね、うん、で他の整体は、1店舗にうち1ベッドなのね、うん、でも1店舗に何個もベッド置いて1店舗に何人かスタッフがいるような状態だから、うんうん、売上規模でいうとそこまで差ないと思う。ああ、そうかそうか。店舗の数はうちが小型店舗を大量出店してくれる、うんうん、またそういうビジネスモデルだから、うん、そうなってるけど、そうか、そもそもなんか比べる対象でも何でもないってことか。うん、あとさ、なんか個人的に思うのは、うん、ここも何年か重生師の人とかに会ったりとか、うん、最近令和の虎とかに出るようになって思ったんだけど、うんうん、他のさ理学療法士がやってる整体あるじゃん、正直深く知らないから何とも言えないけど、もともとある整骨院とか整体とか理学療法士以外の人がやってるものよりはいいと思うんだよね。正直俺らが育った文化にはないものたちよりも、うん、理学療法士村で戦ってきたものたちの方がいいものを提供してると、うんうん、今のところ俺は思ってるわけ、うん、だからこれが広まった方がいいと思うから、むしろ仲間かなっていう。あ、まあ強いて言うなら倒すべきは既存の先にやってて保険診療でぐるぐる回してる、うん、電気かけてテンプレのマッサージやってるようなところよりは、はい、うちら理学療法士整体軍団が広がった方が、うん、まあ、社会的にも意義があるんじゃないかなと思う、うんうん、確かになんかやばい整体って結構あるじゃん、整骨院も含めダラ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 通わせて、うん、何も良くならないみたいな。まあそう思っちゃうよね、うん、まあ、あんま分かんないけど内情を 100% 知ってるわけじゃないから、うんうん、まあ、でもやっぱ令和の虎のセラピストタイガーファンディングとかでも、うん、質問してもピントがずれた回答というか、これ勉強してないだろうなっていう回答が返ってくるような人が正直いるなと思ってて、まあ、そういう人は生態とかやってるんだよね。このなんか俺らだったら1年目でも回答できたような基本的なことも考えずにやってるような感じだったら、やっぱ PT でちゃんと現場でやってきた人たちがやった方がいいんじゃないかなって、まあ、正直思ってるから、同業態、うん、理学療法士、最初の質問に戻るけど理学療法系の生態はむしろ広がった方が対応もしやすくなるし、社会的にも意義があるんじゃないかなと思うから、うん、むしろ一緒に頑張っていたいなっていう、まあ、これ見てるどっかに所属してる人は連絡くれたらぜひ飲みに行って情報交換してこうなんか仲良くなりたいなって思ってます、うんうん、なるほど、ね、本当に敵対する気は一切ないんで、でもまあ言われるんだけどよくしてどう思ってんのとかめっちゃ言われるからその辺の人たちが思ってるほど悪い思ってないと思うんだけど、向こうも分かんないけどね。なるほどね、うん、敵対する気はないと、ここでもはっきり意思表示はするわけだね、うん、あ、そうそう、なるほどね、本当にそう思いますけどね自分は、うん、ということで今回キッシーに PT が展開する整体チェーン店について聞いてきました。今回の方がいいと思ったらグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたしま す, お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん1人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますんで、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますんで、気軽にご連絡ください。